はい、どうも、柴田です。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、起業したいんだけど、いいアイデアがなかなか思いつかないと、そんな方に向けた内容になってます。キーワードはですね、デジタル武装×垂直統合です。意味わかんないですよね。言葉のね、説明をするよりも、事例を紹介した方が早いと思うので、進めていきたいと思いますけど、例えば、サラダ屋さんをデジタル武装したら、こちらクリスプサラダワークスというスタートアップ VC から5億円の資金調達を実現します。例えば病院をデジタル武装したら、こちらリンクウェルというスタートアップはクリニックフォアというですね、病院をプロデュースしていますが、なんと80億円の資金調達を実施しています。はい、ここ数年でね、よく聞くようになった DX というキーワード、これもね、あのデジタル武装っていう表現と同義だと思うんですけど、これまではその DX サービスを提供する側とそれを受ける側が分かれているのが一般的だったんですね。スタートアップの世界ではいわゆる SaaS ですね。マネーフォワードで会計を DX したり、セールスフォースで営業活動を DX したりっていう感じです。ただこうした SaaS を提供するスタートアップがあらゆる領域で出てきた。その結果 SaaS を求める SaaS なんていうのも登場してきたような状況になってますし、新しく SaaS 事業で参入できる余地が全くないとは言いませんけど、非常に少なくなってきているのは事実かなと思います。それからね、ここ最近の株式市場ではアメリカのね、金利上昇を背景にして SaaS 銘柄のね、評価がかなり下がっていると。こうした流れから、これまで分かれていたシステムを提供する側と使う側、これがね、一緒になったスタートアップが注目され始めてきているということかなと思うんですね。つまり自社で開発した SaaS やテクノロジーを活用して自ら商売をするような垂直統合型のスタートアップです。これが冒頭でお話ししたデジタル武装かける垂直統合という意味ですね。先ほどの事例で言えば、クリスプサラダワークスも自社開発の SaaS を他の飲食店に提供していますし、自社で展開するサラダ屋でも当然それを使って経営の効率化を図ってます。病院の例で出したリンクウェルも他のクリニック向けにアプリや SaaS を提供していて、かつ自社でプロデュースする病院でも当然それをフル活用していると。 SaaS をね、開発するだけじゃなくて自らそれを使って実業をやっちゃおうと、そんな感じかなと思います。いや、すでにね、世の中に SaaS たくさんあるし、飲食店向けも病院向けもあるじゃんと、それを使えばいいんじゃないのって思った方もいると思うんですけど、でも自ら開発したシステムを使うことによってもうめちゃくちゃ高速に知見がね、溜まっていくわけですから、他社よりもね、良いシステムができる可能性が高くなるんじゃないかと。またそれによってね、人件費の削減や、まあ、生産性の向上を実現し儲かる仕組みを構築できるということと、それからもう一つ、それによってこの事例で挙げた2社は資金調達をしてますよね。飲食店や病院っていうどこの町にだってたくさんあるような事業は、これまで VC から資金調達できるような事業とみなされていなかったんですね。まあ、このチャンネルではね、もうずっと言ってきてるんですけど、スタートアップっていうのはテクノロジーを活用して短期間で急成長する事業を指すと。で、 VC はそういう会社に投資をする。でも先ほど事例に挙げたこれらの企業は自ら店舗運営を行うテクノロジー企業でもあるんですね。だからこそ資金調達ができる可能性も出てくるし、その資金を活用して短期間での急成長も実現できる可能性があるよということなんですね。はい、これらのデジタル武装をかける垂直統合モデルのスタートアップが最近割と出始めてきてまして、まあ、他の事例を紹介すると、例えばジムですね。このライフコーチという会社は今年の8月に 1.2 億円の資金調達を行ってます。まあ、テクノロジーをね、活用して入会や大会などの手続きをですね、全てアプリで完結できる、そういった無人ジムを提供しているそうです。もう一つ、カレー屋さんですね。東京ミックスカレーというこのカレー専門の飲食店が今年の5月に4億円の資金調達をしています。こちらも実はシステムを内製化していて、お客さんからはね、アプリでしか購入注文できないような形になってたりとか、まあ、裏側の業務の生産性をね、向上する仕組みなんかを作っているということでした。それから不妊治療クリニック、これをプロデュースしているアーチという会社がこの11月に 2.3 億円の資金調達をしています。こちらも予約や問診、決済まで完結するアプリや病院向けのシステム開発なんかを行っていたりしますと。ちなみに今回分かりやすいように飲食とか病院の事例を出しましたけど、この他にもね、様々な領域のスタートアップが今このデジタル武装をかける垂直統合型で事業をね、進めていますので、興味のある方はね、ぜひご自身で調べてみてください。例えばデジタル武装した警備会社とかあっても面白いと思うんですよね。あと介護事業者とか、
そういった慢性的な人手不足に陥ってるようなレガシーかつ労働集約型の市場って IT リテラシーが低い人たちが多いんで、なかなかね DX が進まないんですよね。だったら自らやっちゃおうみたいな、そんな感じですかね。そう考えていけば意外とねビジネスアイデアって思いつくかもしれないですよね。ということで、企業アイデアがなかなか思いつかないよと悩んでいる方はですね、もしかしたら普段の生活でね接点がよくあるような、そんなビジネスでも今回お話ししたようなデジタル武装による垂直統合、これによって成長性のあるビジネスが実現できるかもしれないよというお話でした。ぜひ参考にしてみてください。